の話な話んですがね杉原医院という町の診療所があって誤診で何人もの患者さんを死なせたというその院長がその恨みからかモダへ苦しんで食い死んをしたというんですねでまあ病院の方は立ち行かなくなったもんですからね閉鎖されましてで一家は雲隠れしたというんですね建物は残ってるんですがねそこには怨霊が住み着いてる、まあ、そんな噂があるんですね でそれを聞いた大学1年生の A 君が「一体それはどういうとこなんだろうどんなもんだろう?」ってまああの好奇心というかね面白い半分なそんな気持ちでもって友達2人に「おいちょっと行ってみないか場所大体聞いてんだけど」って言うんで行ってみたあれこれ探して行ってみたら「あった」「窓は閉まってる」正面玄関扉ピタッと閉まってるんですがそこにはちゃんと「杉原委員」って書いてあるわけだ。 人が住んでいないと言ったってね勝手に入れば家宅侵入ですからね人の持ち物なんですからそうはいかない。で見るとその正面の扉張り紙してあるその張り紙に「入室を禁ず」と書いてあって移転をしましたのでご用の方は先の電話番号へおかけくださいと書いてある。で電話番号書いてある。でその横に後からね付け加えたように汚い字で持って丸に中ュとあって消して。 かけけててはいけないって書いなっ書たこれ見て3人笑ったわけだよくやるよなーってけらけら笑ったわけだよ向こうふざけてんだからこっちまでやってやろうったんで,で A 君が自分の携帯電話でもってその電話番号かけてみた。とその建物の中でもってトゥルーッと鳴ったんだえっとえ自分の電話からも聞こえてる。トゥルルッあれ、うん、トゥルーッ,ゥルーッ止まった。 相手が出たうわーと思って聞いてると男の声で「杉原いいんですが」って言ったもんですからもうおかしい「おお向こういろいろやってくれてんな」と思ったもんだからこっちもふざけてやろうと思ってね「俺だよ俺だよ今あの横で賭けてるんだ」って言うと向こうが「ふざけるのもいかにしろ!」って言われたんでびっくりで「うわー!」って逃げたわけたって おお怖かったなおい誰もいないはずの建物の中でもって電話が鳴ってさ人が出たんだよなあれ音量だろ怖かったなって言ったんですがこれね冷静に考えるとそれって本当はその委員営業してたんじゃないですかねで誰かがそういう話作ってでみんなに言ってきたんじゃないですかねじゃないですかね違います